内です。今回のミンチャレの宿題はボールフィーリングです。今回の宿題は小学校低学年生向けの、ボールフィーリングを行いたいと思います。それでは早速やってみましょう。今回はボールを投げて、背中でキャッチします。投げてキャッチ。投げてキャッチ。で、この時のポイントは、まず手をしっかりボールキャッチできるように上に向けます。で、それともう一つ、自分が投げたボールをの、軌道、ボールをが落ちてくる場所っていうのを頭の中でイメージして、やってみてください。で、これができる人は次は後ろから前に戻します。お、ごめん。こんな感じでやるんですけど、これも一緒です。投げてボールが落ちる場所をイメージして、あと投げるときちょっと前かがみになったんですね。でちょっと、天井が低いので高く投げれないんですけど、投げれる人は高く投げた方がキャッチしやすいです。で、みんなぜひこの宿題にチャレンジして、インスタグラムでハッシュタグミンチャレJFCをつけて投稿してください。それでは、さよなら。